勝っちゃった。はい、ドミトリンです。今回ですけども、結局課金をしちゃいましたと。まあ、本来はね、デザフェスまでルビー貯めてね、その時に引こうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりね、更新をしたいなという気持ちがありますんで、まあ、人災ちょっと今日最終日ギリギリですけども引いていきたいなと思います。でまあとりあえずね50連引けば何かしら出るでしょうということで、とりあえず1万円分だけ買いました。でまあどれ買うか迷ったけど、チラシ破壊パックの方を買いました。動画の方もね、まあいいんですけど、素材は結構余ってるんで、まあとりあえず時の砂の方がねまっすぐなくなるんで、そっち優先でやりたかったんで、今回はチラシの方で行きましたということで、引いていきますか。あ、そうだね、クーポンもね とりあえず 10% しかないけど、まあ使えば少しでもね得になるんで使っていきたいと思います。まあ、感染指数も出てね、いっぱい魔人災ガチャ限定が増えてきてるんですけど、まあ、未だにね、無邪気持ってないんで、まあ、その辺がまず出てくれればいいかなとは思っております。ごちゃごちゃ言わず、引いていきますか。50連だけだからね。よし、一発目、行きましょうか。気合は入れません。サクサク行きましょう。あ、普通光ったっちゃ。星4は2つ ?2 枚確定じゃね、これで。アーティファクト。あ、猫じゃらし。そうね、アーティファクトも最近。あ、アルミ玉いいじゃないですか。やったね。この時点でちょっと嬉しいっていうね。砂がやっぱりね、まあ今5億ありますけど、貯めるの大変なんで、まあこの辺はね、よかったんじゃないですか。にゃんこも上がるしと。そう、神玉もかなり不足してたんで、今回ね、イグラが溜まってくれれば嬉しいなと思ってやってます。で次は、とりあえず星4は確定ですよと。よし、20連目行くぞ。いい加減無邪気欲しいな。確定枠だけかな。入った。うわ、アーティファクトばっかやん。いや、いいんだけどさ。やっぱり下僕だよね、欲しいのは。これ、炭ならないはいらないな。はい、かぶり。神玉、うまうま。でもないと。でもないね。あ、そう。クーポンねえのか。つっかさ。下僕出ねえな。引き悪すぎ。アーティファクトもね、無邪気の杖くればいいんだけどさ。まあそんなもんだよね。なんか猫推しだな、随分。ペルちゃん。にゃんこそんな持ってたっけかな、あんまり覚えてない。あ、でもこたつ無邪気。にゃんこだもんね。あ、いいね。こたつ無邪気上がんだば。買うか。で、あと20連。まあ、あと2枚は確定で出ますんでね。いや、ほんとにさ、下僕欲しいんだけど、新しいの。砂も貯めたんだから、来て。アーティファクトばっかやん。で、かぶりと。
やばいな。ちょっと焦ってきた。次最後ですよ。頼むよ。最後ぐらいいいとこ見せてくれよ。無邪気だけ演出は。これ、え？マジで？これはやばい。今月は使えないけどね。まあでもとりあえずだな。いやー、微妙な気分。はあはあはあ。いやー、まあガチャ券は手に入れたからね、まだいいんだけどさ。まあ今のところ使い道ないしね。もうとりあえずニャンコか、ニャンコじゃねえ、猫じゃらし、これはまず入れるにせよだね。早くアップできてくんねえかな。まあでもこれだけじゃ全然更新間に合わねえな。結局これじゃできねえじゃねえかよ。そっか。はい。まあ、ということでね、今回は、まあ、持ってないのが何個か出たんでよかったんですけども、下僕が出ない。本当に出ない。ね、めちゃくちゃ少ないよね。アーティファクト94でも少ないけど、下僕75だからね。全く、この、新しい方がほとんど出てないっつうね。ネフティスちゃんも欲しかったなぁ。ま、これで当分、また更新はできねえ。あと1回、デザフェスまでに1回は、魔人サイクル柄、まあ、そこでやるかはわかんないけど、どうしよっかな。交通費が大変なんですよ。まだまだ買うのはいっぱいあるんだけどさ。いやー、闇だね、これは。チラシ、あ、1万は来るん、あ、そう、5倍だもんね。うん、1万来るわ。これは美味しいんだけどね。美味しいんだけどさ、下僕出なかったから育てれない。育てれないっす。はぁ、あ、まあいいか。ということでね、今回も収穫はあまりありませんでしたということで、まあこれが僕頃の怖さですよ。まあ次回また頑張ってガチャ引いていきたいと思いますんでね、その時もよろしくお願いします。じゃあ今回はこれで終わりにします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。